平成19年3月15日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、神様の結婚を祝う火振り神事が行われ、神社の参道は火の輪に包まれました。火振り神事に先立ち、一宮中学校の生徒が太鼓を披露、続いて佐藤市長が、阿蘇神社の火振りは珍しいものです、皆さんも火振りに参加し火を振ってくださいと観光客を歓迎しました。夕方暗くなり、姫神様が阿蘇神社に到着すると、神社で待ち構えていた氏子や観光客たちが一斉に松明に火をつけて頭の上で振り回し、神様の到着を祝いました。火振り神事は、阿蘇神社の三の宮、国立の神様が姫神様をお迎えになる際、氏子たちが松明を振り回し、ご結婚を祝ったのが始まりと伝えられ、阿蘇の農耕祭事として、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。神殿で神様の結婚の儀が行われる頃になると、火振りは最高潮に達し、幾重にも火の輪ができ、参道は幻想的な火の海となりました。この日は雪まじりの雨にもかかわらず、大勢の観光客が訪れて、神様の結婚式を見物。火の輪がぶつかり、火の粉が舞うたびに歓声が上がっていました。